はい、どうも、あきともです。今日はですね、今福島県に来ています。今日はですね、福島県の三大ラインと言われている、大きな道を3つ、走りに行きました。で、今ですね、東北自動車道路の、福島西ですねのインターを降りて、ちょっと走ったところです。でですね、福島の三大ラインっていうのが、バンダイアズマスカイラインと、それからレイクライン、あとは、バンダイさんのゴールドラインですかね。この3つを今回は走りに行きたいと思います。まずはですね、今もう看板出てきましたけれども、このバンダイアズマスカイライン、こちらを走っていきたいと思います。ではですね、今70号に入りました。いや、前方すごく景色がですね、山がすごく綺麗に映ってますね。これは多分スカイラインの、景色もですね、すごく期待できるんじゃないかなと思ってまして、今とてもワクワクしてますね。さあ、どんどんスカイラインに近づいていってると思うんですけれども、もうスカイラインに行く前まででもかなりエキサイティングな道を通ってますね。超楽しいですね。で、今日今平日のだいたい9時ぐらいなので、おそらくそんなに車がないのかなと思ってまして、本当に楽しく走れるんじゃないかなと思います。さあ、この辺りからバンダイアズマスカイラインですね。ではですね、楽しみながら走っていきたいと思います。いやー、本当に天気良くて良かったですね。いやー、楽しみしかないですね。まだ走り出したばっかりですけれども、交通量もほぼないので、自分のペースでまったり走れてますね。さあ、今どんどん登ってってると思うんですけど、このカーブの感じがまあいいですね。結構タイトなカーブといいますか、急カーブが結構多いんですけれども、こんな感じでカーブが連続してくねくねするような感じのところもあるので、やっぱ面白いですね。いいですね。ここは今標高1000メートル、そうですね。ザークロータにちょっと行ってみますかね。とても大きな橋がここから見えますね。いいですね。とても遠くの方もちょっとこう雲がかってて、ちょっと幻想的な映像になってますね。ではですね、今上見たところからの橋を渡って燕岳谷を通過していきたいと思います。すごい景色ですね。これ映るかな。すごいですね。あれが多分燕岳谷なんでしょうね。いい景色ですね。すごい景色が広がってますね。
すごい遠くまでよく見えますね。おお、すげえ。おーおーおーおお、なんか吸い込まれそうな感じですね。いやー、すごいですねこれ。本当にクリア、空がクリアなので、山肌とかが本当に鮮明に見えますね。いやー、すげー。あー、やっぱりちょっとガスの香りしますね。いやー、これすごい絶景ですね。いやいや、これはやっぱりオートバイで走らないとなかなかこの絶景感っていうのが車とはちょっと違う感じですかね。いやー、すごいな。いやー、もう何もコメントできないですね、この絶景は。標高が今1500メートルっぽいですね。で、確かこの上あたりに確か駐車場があると思うので、まあ、ちょっと止まってですね、この景色をちょっと撮りたいなと、楽しみたいなと思います。うおー、すげー。この辺りが P かな。二輪が200円か。ジョブダイヤの駐車場出てきました。いやー、もう見渡す限りもうどこを見ていいのかもうわからないぐらい全部景色が綺麗ですね。で、小富士も登ってきまして、一番高いところまではちょっと体力的に無理だったので見晴らしのいいところで動画も撮ってきたので、そちらも見ていただけると嬉しいです。ではですね、引き続き、こちらのバンダイアズマスカイラインですねを、進んでいきたいと思います。1622メートル、ね。いいですね、こっちも。いやー、本当に天気良くてよかったな。あー、広がりますね。いやー、ちょっと雲がかかってるのもなんかちょっといいですね。標高1400メートル。いやー、すごいなー、こう見ると。海台。でですね、大体スカイラインの方はこれで走り終えたと思いますので、今回の、福島ツーリングの、まあ、第1弾としての、バンダイ東スカイラインについてはこれで一旦終わりにしたいと思います。
でこのままですね、引き続きレイクラインの方に、行きたいと思いますので、こちらについてはまた別の動画で、ご紹介したいと思います。いや本当にあの浄土平の景色はもう本当に圧巻でした。まあ、そちらの方を、映像で見ていただければなと思います。ではですね、一旦、この辺で失礼します。ご視聴ありがとうございました。